両親を早くに亡くした一致の夫は、唯一の肉親である妹を溺愛していた。一致は夫の身勝手さに振り回されながらも、なんとか彼を支えるために頑張っていたのだが、突然、夫は離婚して出戻った妹との同居を宣言し、それを拒否するならば離婚だと、一致に言い放った。我慢の限界に達していた一致は離婚を受け入れ、とある人物に会いに行くことに。果たして一致が会いに行った人物とは？勝手に義妹との同居を宣言した夫。お望み通り夫ごとお断りした結果。妹大好きな夫が、急に私に無断で妹と同居するって言い出した。しかも私がそれを拒否したら。拒否するならお前とは離婚する。って言ってきたから、お望み通り離婚に応じてあげた。なんで急に、妹と同居するって言い出したんだろう？拒否するなら離婚って。離婚をちらつかせて、一致に言うことを聞かせようとしたってこと？言ってること、結構やばいなその夫。夫は、自分と離婚したら私が困ると思ってたみたい。私は35歳の OL で、5年前に結婚した。子供ができなくて、一時は不妊治療も考えたのだが、夫の意向で、治療はしないと決めた。子供は授かり物だし、俺は別に一致と二人でも幸せだから。と言ってくれていたので、私としても気が楽だった。今思えば、子供がいなくて本当に良かったとも思う。夫とは会社の取引先の関係で知り合った。私の会社に営業としてやってきた夫が、事務員だった私を気に入ってくれて、それを知った私の上司が、間を取り持ってくれたことで交流が始まり、そのまま交際に発展した。夫は交際中から優しかったのだが、その反面、亭主関白なところがあった。私に不手際があれば、容赦なく叱り飛ばしてきたりして、結婚前には、なんとなく上下関係が出来上がってしまっていた。何それ。そんな男と結婚しようと、よく思ったね。私も今はそう思う。でも夫は厳しい中にも、交際当初の優しい一面ももちろんあって、私が体調を崩している時は、仕事で疲れているにもかかわらず、仕事終わりに駆けつけて、朝まで看病してくれたりした。だから、夫の厳しい態度に関しても、愛情があるからこそなんだろうとか、口では厳しいことを言っているけど、心の底では大事にしてくれてるのだろう。と、自分で自分を納得させていた。さらに夫は、私の両親とも良好な関係を築いてくれていて、特に私の父親は、早くに両親を亡くし、妹と二人三脚で頑張ってきた夫に対して、今まで大変だったね。と、ねぎらいの言葉をかけ、いえ、妹のために生きてきた人生ですが、そんな妹も結婚して幸せになってくれたので、それを苦労だとか、大変だったとは思わないんです。妹が幸せになってくれて、本当に良かったなって感じで。と、夫は返していた。父親は、そんな夫の言葉にさらに感心して、こんないいお兄さんがモテて、妹さんもさぞかし自慢だろう。君なら一致を安心して任せられる。一致を頼んだぞ。新居はあの家にするのか？あの家に住むのなら、結婚祝いにリノベーション費用を出してやる。と、願ってもない提案をしてくれた。実は私は、父親が所有してる土地にある家を購入していたのだ。そのことを知っている夫は、そんな父親の手厚い提案に恐縮しながらも、ありがとうございます。一致さんとの新生活を、その家で始めさせてください。と、受け入れていた。妹と二人で頑張ってきたって、すごいね。妹が嫁に行ったから、今度は自分の幸せのために、一致と結婚するんだね。そうして私たちは、父親にリノベーションしてもらった家で、結婚生活をスタートさせた。夫は専業主婦になってほしいと言っていたのだが、私は二人で稼げるうちに稼いでおきたかったし、何より仕事が好きだったので、家事もしっかりやるから、仕事は続けたい。と、夫に頭を下げて仕事を続けられるように頼み、夫はそれをしぶしぶ承諾してくれた。私は夫より早く起きて、朝食と夫のお弁当を作ってから洗濯機を回して、夫が起きてきたら一緒に朝食を取り、夫を見送ってから急いで食器を洗って化粧をし、自分の仕事に出かけて、仕事が終わったら一目散に帰宅し、夕食の準備とお風呂の準備、空調も夫の好みの温度になるように設定して、洗濯物を畳む。夫の帰宅と同時に、出来たての食事を出せるように時間を調節し、一緒に食事を取った後は、夫が入浴している間に食器を洗う。私が家事をこなしている間、夫は携帯やテレビを見ているだけで、感謝の言葉や、ご飯の感想などは一切なく、正直、寂しい思いをしていた。結婚した当初こそ、お互いの仕事の話や、テレビ番組の話題でポツポツと会話していたものの、
それも次第になくなってしまい、私たちの間は当然のように冷え切ってしまっていた。たまに夫が私に話しかけてきても、この食事、味が薄すぎて食べている気がしない。もっとしっかり味付けしてくれ。だとか。ここ、ホコリが溜まってるけど、ちゃんと掃除はしてるの？という、食事や家事に対しての文句ばかりだ。それでも夫がたまに見せる優しさもあったし、休日には二人で外出してデートを楽しんだりしていて、夫は冷たいながらも、自分のことを愛してくれていると思っていたし、私も夫を愛していると、自分自身に言い聞かせていた。しかし私たちは、とある一本の電話によって、明確に冷え切り、夫婦関係は最悪なものになっていった。それは、夫のたった一人の親族、義妹からの電話だった。夫が義妹の電話を受けた時、私も近くにいたのだが、最初の方は、元気でやってるか？旦那とはうまくいっているのか？という、義妹の近況を聞いていた。しかし夫は話が進むにつれ、どうしてもっと早く言わなかったんだ？兄ちゃんに言ってくれれば、お前がそんな思いをしなくて済んだのに。とか、兄ちゃんが何とかするから、お前は心配するな。大丈夫だ。と、明らかに、義妹の身に何かあったのだろうと察しがつく。怒っているような、焦っているような、そんな表情になっていった。私も異常事態を察して、電話を終えた夫に、どうかしたの？と、声をかけた。なんか旦那と喧嘩して、離婚するって言われてるらしい。しかも今週末までに出て行けって言われてるらしくて、住むところがなくてどうしようって言ってる。喧嘩ってなんで喧嘩したの？そんなに急に離婚ってなるわけがないだろうし。もしかしたら旦那さんも、勢い余って、離婚って言っちゃっただけかもしれないし。一旦、マンスリーとかに泊まるのもありかもね。いや、旦那との離婚はほぼ確定で、それがなくなることはないんだって。マンスリーとかも、宿泊する金がないから無理だって言ってた。宿泊するお金がないって、妹さん、確か働いていたよね。それに離婚するってなったら、財産分与とかもあるだろうし。何より、旦那さんが急に言い出したなら、もしかしたら慰謝料とかもらえるかも。財産分与も慰謝料も、すぐには無理だ。むしろ、旦那の方が、妹に対して請求してきてるらしいし。え？それって、妹さんの方が有責ってこと？一体、何をしたの？お前に関係ないだろう。なんで身内のことを、そんなに根掘り葉掘り聞いてくるんだよ。でも妹さんは私の身内でもあるし。お前は俺の嫁であって、妹とは関係ないだろ。家族のプライベートなことに口を出してくるな。それにしても、お金がないならどうしようもないじゃない。せめて旦那さんに頭を下げて、最低限の生活費とかもらうことはできないの？そんな情けないこと、妹にさせられるわけないだろう。お前はいいよな。両親も健在で、今だって俺の金で生活して。妹には親もいないし、俺しか頼れる相手がいないんだよ。あいつにはいつでも幸せでいてほしいし、旦那に頭を下げさせるようなことはしたくない。とにかく、俺たち兄弟のことに口出ししないでくれ。話を聞いていくうちに、義妹に対しての不信感が募った私と、そんな私に、関係ないだろうと怒り出した夫。結局、なんで義妹が有責で慰謝料を請求されてしまうのか、そして宿泊先をどうするつもりなのか、答えは教えてもらえず、完全に機嫌を悪くした夫は、この日以降、私のことを無視するようになった。私が作った食事には一切、手をつけず、コンビニで買ってきたり、外食を繰り返すようになり、お風呂に関しても、夫の後に私が入るのに、勝手にお湯を抜いてしまったり、私と廊下ですれ違うと、これ見よがしに舌打ちをしてきたり、完全に私を、敵視しているような態度を取るようになった。そして夜中まで、リビングで義妹と電話をしているようで、そんな男だと分かって逆によかった。俺が絶対にお前のことを幸せにするから安心しろ。と、まるで恋人に言うようなセリフまで聞こえてきた。私は夫との関係を、どうにか改善できないかと頭を悩ませていた。ある日、仕事から帰宅すると、珍しく先に帰宅していた夫が、家の中の整理をしていた。なんとなく嫌な予感がした私は、何してるの？探し物？と、夫に声をかけた。一週間後から、妹もこの家に住むことになったから。妹の生活スペースを確保するために整理してるだけ。お前の荷物もいらないものが多いし、ついでに捨ててやるよ。夫は私と目を合わせることもなく、クローゼットから荷物を運び出している。え？どういうこと？何も聞いてないんだけど。それに私の私物まで勝手に捨てようとしないでよ。どうせ俺の金で買ったものばかりなんだから、どうしようが俺の勝手だろう。
それに、一軒家なんだから、空いてる部屋だってあるし。別にいいじゃないか。何より、この家は俺の家だ。文句を言うな。そういう問題じゃないでしょ。あなた一人が生活しているわけじゃないのよ。どうしてそんな大事なことを、相談もなしに決めてくるのよ。うるさいな。もう決まったことなんだから黙ってろ。家族の絆がわからないのか。家族のためなら、何でもしてやりたいと思うのは当たり前だろ。もういい。お前にはうんざりだ。拒否するなら離婚。夫のあまりの異様に、私は自分が我慢の限界に達しているのがわかった。あ、そう。好きにすれば？でもこの家。まだ喋ってんのか？わかったなら出ていけよ。お前の小言なんて聞きたくないんだよ。私の言葉を遮り、夫はひしっと、私に向かって手で追い払うような仕草をした。私はそんな夫の態度に呆れ、翌日には離婚届を持って帰り、帰宅した夫にサインをさせ、私もその場でサインをして、荷物をまとめて実家に帰った。夫があまりにも妹に甘すぎるし、何より、一致の家でしょう？っていうか、妹もいい歳なんだろ？なんで夫がそこまでやってやる必要があるんだ？一致、そこまでよく耐えたね。夫の暴挙に、限界を迎えた一致と、ドン引きするスレミンたち。夫と住んでいた家を離れて実家に帰った一致は、とある人物に事情をすべて説明した。実家に帰る道中、夫の言った通り、私には帰る実家があるけど、気前には夫を頼る以外に、術はなかったんだなと思う反面、慰謝料を請求されたということは、気前が何かをやらかしている可能性が高いのに、それを悟すこともなく甘やかそうとする夫が、どうしても過保護に見えて、あのまま同居を受け入れても、私が幸せになることはなかっただろうなと、今までの結婚生活や、夫の気前に対しての愛情に思いを馳せていた。そうして実家に帰ったのだが、当然、急に帰ってきた私に両親は驚き、私はこれまでの経緯を両親に説明した。私からの説明を聞き終えた母親は、とにかくゆっくり休みなさい。と、私をねぎらう言葉をかけてくれたのだが、父親の方は、全部、本当のことなのか？と、唖然として私に聞き返してきた。その父親の反応に、もしかしたら夫を気に入っていた父親は、夫の味方をして、私を責めるのではないかと、緊張して身構えてしまった。あの男、絶対に許さない。私の大事な一人娘にこんな仕打ち。一致、お父さんが何とかするから、安心して今日は眠りなさい。あの男には絶対に痛い目を見せてやる。と、父親は急に怒りをあらわにして、夫に対して制裁をする決意を口にした。私はそんな父親の様子に安心しつつ、父親が口にした。お父さんが何とかするから。という言葉に、夫の、お兄ちゃんが何とかするから。という言葉がなんとなく重なって、皮肉にも、夫が言っていた、家族の絆というのはこういうことなのか、と、内心で思った。その日、私は久しぶりに家事に追われることもなく、母親が作ってくれたご飯を食べ、お風呂にもゆっくりと入って、日頃の疲れを癒した後に眠りについた。そして7日後、私は父親と共に役所へ出向いて離婚届を提出し、その足で、夫と暮らしていた一軒家へと向かった。一軒家に到着すると、家の前には1台の車が止まっていて、玄関先からは夫と、誰かが揉めているような声が聞こえた。一体、あんたたちは何なんだ。この家は俺のものだぞ。そう言われましても、私たちも、こちらのお宅の所有者の方から、ご依頼をいただいておりまして。だからこの家は俺のものだって言ってるだろう。この家を取り壊して更地にするなんてこと、言うわけないだろう。そんな口論をしている二人に、父親が割って入る。この家が誰のものだって？お父さん。それに、一体、何をしに来たんですか？父親の登場に、夫は驚いたように目を見開いた。父親はそんな夫を無視して、夫と揉めていた男性に話しかけた。ご足労いただきありがとうございます。私たちがこの家と土地の持ち主です。何の問題もないので、解体費用の見積もり、よろしくお願いします。あ、はい。わかりました。よろしくお願いします。父親が差し出した書類を確認した男性は、あっけに取られている夫を無視して、家の中に足を踏み入れた。ちょっと、この家は俺のものでしょう。あの人は一体、誰なんですか？なんで勝手に家にあげるんですか？何を言ってるんだ？家の名義は一致で、この土地は私の名義だぞ。今回、娘がこの土地に住まないって言ったから、家を取り壊して、土地を売りに出そうと思ってな。そんな勝手なこと、許されるわけがないでしょう。それに、
この家の大黒柱は俺で、イッチも俺のおかげで生活できてたじゃないか。なのにこんな。いやいや、言っておくけど、あなたの収入だけじゃ生活できなかったわよ。私たちが生活費を折半してたこと、忘れちゃったの？あなたは専業主婦になれって言ってきたけど、私が専業主婦になったら、ご飯すらまともに食べられなかったわよ。収入もまともにないくせに、口だけは偉そうなんだな。これを見ろ。この家は私たちのものなのだから、どうしようが私たちの勝手だろう？そう言って、父親は役所でもらってきた、この土地と家の所有権に関しての書類を差し出した。書類を確認した夫はみるみるうちに顔は青くし、ようやく事態を把握したようで、私に向き直った。おい、いくらなんでもやりすぎだぞ。腹いせにこんなことまでするなんて。腹いせって何のこと？私はあなたに離婚するって言われたから出て行っただけでしょ？そもそも、この家の所有権は私で、土地の所有権はお父さんだって言おうとしたのに。大きな声でそれを遮ったのはあなたじゃない。名義を変更すると税金がかかるだろうと思って、そのままにしておいたんだけど。こんなことになるとはな。名義を変えなくて本当によかったよ。私の言葉に便乗した父親が、笑顔で夫に告げた。待ってくれ。謝るから。俺たち夫婦だろう？それに、もうすぐ妹が来るんだ。悪かったよ。だから今回だけは許してくれ。いいえ、私たちはもう夫婦じゃないし、妹さんのことは、私には関係ありません。そもそも夫婦だった時も、あなたは何度も、私には関係ないから黙っていろって言いましたよね？それは。っていうか、夫婦じゃないってどういうことだよ。さっき、離婚届を提出してきました。私は父親と同じく、笑顔で夫の質問に答えた。夫が呆然としている時、玄関から、気前の、お兄ちゃん、来たよ。という、能天気な声が聞こえてきた。そして返事をする前に勝手に家に上がってきた気前は、私たちがいるリビングにやってきた。あれ？イッチさんって出て行ったんじゃないの？なんでいるの？っていうかこのおじさんは誰？私が出て行ったと聞いていたらしい義妹は、私と、初めて会った私の父親の存在に首をかしげた。お久しぶりです、義妹さん。今日からここに住むつもりだと思うんですけど、この家、取り壊すことになったので。は？何言ってんの？この家、お兄ちゃんのでしょう？嫁のくせになんでそんな勝手なこと言ってんの？気分が悪いから、早く出て行ってくれない？私の言葉に、義妹は顔を潜めた。あれ？私の言葉、理解できませんでしたか？この家、取り壊すんですよ。あと、お兄さんが何て言ったか知りませんが、この家は私と私の父のものです。勝手なことを言ってるのはあなたたちの方ですよ。気分が悪いから、さっさと出て行ってくれません。はぁ？ちょっと、お兄ちゃんも何とか言ってよ。マジで意味わかんないんだけど。ごめん。義妹は怒りの矛先を私から夫に移し、夫は何も言えないのか、ひたすら小さい声で。ごめん、本当にごめん。と、義妹に謝っていた。そのあまりにも情けない姿の夫に、今まで尽くしていた自分が馬鹿らしく思え、一刻も早く、その場から立ち去りたいような気持ちになっていた。そんな私の様子を察した父親が、3日だけ待ってやるから、さっさと出ていけ。とだけ二人に告げ、相変わらず呆然としている夫と、そんな夫にわめき散らす義妹を置いて帰宅した。元夫とは離婚したけど、ややこしくなるので、このまま夫で書き込み。その後、夫はあの家について、夫婦の共有財産だと主張したのだが、家の資金は結婚前に払い終えているので、共有財産とはみなされず、弁護士に一蹴され、結局、出ていくほかなかったようだ。夫と義妹は二人で暮らし始めたらしいのだが、義妹の離婚の原因は浪費癖と浮気だった。浪費癖が治らない義妹は働きに出ることもなく、夫の収入のほとんどを食いつぶし、さらには慰謝料の支払いも夫に頼っているそうで、かなり困窮した生活を送っているらしい。夫は義妹に対して何度も働いてくれと頼んだらしいが、離婚による精神的ショックを理由に、義妹は夫の言うことを聞くこともなく、最初のうちこそ夫も義妹を甘やかしていたのだが、それもすぐに我慢の限界を迎えて、義妹の浪費を防ぐために、小遣いの額を減らしたり、家計の管理を自身で行うようにしたそうだ。そしてその結果、義妹は怪しい金融機関から借金をするようになったため、夫と義妹の家には、何度も激しい取り立てが、来るようになったのだという。夫からは何度か復縁要請や金の無心があったが、もちろん全て無視した。しばらくは私も実家で暮らしていたのだが、精神的に落ち着いたことと、父親から土地の売却費用を、生前贈与という形で受け取り、
それを元に一人暮らしを始めた。夫との間を取り持ってくれた上司とも、いろいろあったので、ついでに転職も果たした。夫という存在がいないだけで、かなり自分の自由な時間が持てるようになった今。趣味や友達との交流も楽しめるようになり、充実した毎日を送っている。転職した先で出会った男性から、交際を申し込まれたので、新しい幸せを歩むためにも役落としか聞こ。今のところ、その男性との将来を真剣に考えているわけではないが、もし結婚をするなら、お互いに支え合える人と人生を共にしたいと思っている。一気落ち。義妹が出てきたのはちょっとだったけど、それでも夫がどれだけ義妹を甘やかしていたのかわかる。夫はなんで自分の家だって思い込んだんだろうな。亭主関白なあまり、嫁のものは自分のものだって勘違いしたんだろうね。行き過ぎた妹への愛情と、自らの亭主関白な気質によって、とんでもない思い込みをしてしまった結果、悲惨な生活を送る羽目になった元夫。一致はそんな元夫から離れることができてよかったですね。もしあなたに一致のような夫や義妹がいて、今回のようなトラブルを抱えていたらどうしますか？コメントにて教えてくださいね。ちなみに、夫婦の家の一部に、親名義が入っている場合は、親の名義の部分を差し引いた価値が、夫婦の共有財産となり、財産分与の対象となります。それでは今回もご視聴ありがとうございました。